はい、皆さんこんにちは、愛の戦士です。さて、前回はアメリカ、マイアミをクリアしました。ここマジで楽しかった。マジで神バップだったわ。っていうわけで、今回はコロンビア、サンタ・フォルチューナに行ってみたいと思います。コロンビアって言われたら、クイズ番組の両腕突き上げて、ガッツしてコロンビアっていう画像しか出てこない、そのコロンビアです。三つ首のヘビ、行ってまいりましょう。おはよう47、プロビデンスにいるコンタクトが影のクライアントの正体を明かしてくれたのは、元傭兵のボディーガードのルーカス・グレイという人物。彼の過去は謎に満ちてるけど、現在分析官たちに詳しく調べさせている。その間に我々も突破口となる情報が手に入った。民間の襲撃パターンを全世界の航路や、グレイなんちゃかかんちゃか、すごい謎が解けたわ47。ああ、そうなんですか。彼らはコロンビア最大の麻薬製造組織である。なるほど。デルガドカルなんとかかんとかと協定を結んでいる。はいはい。民間の活動領域を大幅に制限できる。はい。オッケー。三つ首のヘビを倒さなければいけない。三つ首のヘビと言われている男がいる。デルガド、それに最も近い2人。マルティネス。オッケー、この2人ね。犯罪王国運営してる。そいつは潰されダメだ。麻薬組織のボスになるつもり。オッケー、任してくれ。そいつら殺せばいいんだな。はい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 。任してくれ。どんな相手だと俺がやってやるよ。なんか悪役にもいろいろあるんですね。はいはい。準備は一任するわ。任せてクレメンス。おはよう47。コロンビアへようこそ47。来ました。密林じゃん、サンタ・フォルチューナの村。熱帯の奥深くなんだね。今回はターゲット3人みたいだからな。3回分も楽しめるぜ、殺人がよ。毒蛇とかいるんじゃない？大丈夫？ここ怖いよ、ここ。やばいサソリとかさ、そういうやばい虫とかいるって。47、虫よけスプレーはしっかりしていくのよ。洞窟に、運送網がある。ほか畑をつないでるらしい。なんてこった、燃やして帰ろう。47、麻薬は良くないって。あ、なるほどね。3人はめったに揃わない。あ、おっぱいがエゾすぎるから揉み倒してから殺すことにする。そういうことにする。いいよな、どうせ殺すなら。でも顔がないわ。顔がない。ないです。ないです。顔がないです。みんなそれぞれ別のことをやってると。まあ、あ、いいよいいよいいよ。狩りを楽しんでね、47。楽しみだね。ドイツから殺してやろうかな。あ、これは？なんか椅子があったんだね。はい、行ってみましょう。ここがなんかバス停とか書いてありましたね、始める前に。ここがバス停。まあ、3人をどうやって殺してやろうか楽しみですね。これはこれは。こいつはこいつ、とりあえず、おヘルメットの耐久テストをしてきたぞ。はい。作業員だった、俺も。よしよし。これならバレない。これなら顔誰でもバレないわ、47。あ、バイクは乗れないよな、さすがに。穴を開ける。オイル漏れ起こすだけ。いや、バイク乗れたら最高だったんだけど。バイク乗れたらもうグラセフだよ、それは。いやでも密林のこの地域の観察、お今の信じられない。P パワーって誰？タトゥーアーティスト。どれどれ。C のアート。リコ・デルガドはタトゥーを修正したいらしい。タトゥートーナメントで有名なタトゥー職人、P パワーが、サンタ・フォルチューナにやってきたわね。おそらくタトゥー愛好家でもあるリコ・デルガードにタトゥーを施しに来たんだわ。これは屋敷への招待状よ。47、創作意欲はあるかしら？任せてください。もうドクロとかうんことかいっぱい掘りますよ。バーを突き止める、バーを突き止めます。絶対バーこの辺だもん。あいつじゃない、タトゥー師。こいつだってタトゥー職人に変身するポール・パワーズ、有名タトゥーアーティスト、リアリティ番組の人。どうやって変身したらいいんだよ。こんなところじゃ無理だよ。上いかつ、お前も頭にタトゥー入れてもらったんですか。見せてください。なんで、うわ、白サインみたいになってる。白サイン、頭に白サインを入れてる墨汁先生だ。こいつどっか行ってくんねえかな。タトゥー職人に変身。今やばいことになってる。どうしたん、相談してくれよ。この47に少し沈ませてくれ。ちょっとどっか行こうぜ。やばい、ここじゃちょっとダメなんだよな。あいつをコインでとりあえずこの辺に誘導しないといけない。よし、こっちに来い。こっちに来い。お前は来た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 じゃあ次はお前こっちだ。こっちに来てくれ。いやお前もういい、もういいのだ。ここでやる。ほら、早く早く。やばい、犯行に気づかれた。まずいまずいまずい待て待てください。私は何もしてません。私は何もしてませんよ皆さん。あ、ちょっと、あ、ここに隠せる、ここに隠せるから、ここに隠して、もうここに隠して、いい、やれ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 。47、よし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 、バレてませんね。全然バレてない。私はタトゥー職人ですよ皆さん。このトンカチで掘るんですよ私は。君たちの体に。やばいやばいやばい、なんか来てるなんか来てる。私は関係ないけどな、特に。よし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 、危ねえ。47いつの間に墨入れたのお前。腕が墨だらけやんけ47。こいつは邪魔だな。でもあそこで見てるやつがいるからこいつはやれない。よしよしよし、どっか行ってくれ。おお、なんだこれ、すごいな。何これ、聖堂だってよ。何があるのこれ。おお、お供えされてるやん。私がもらっておいてやろう。私こそ神だ。私は崇めたまえ。うん、貴様の罪絶対に許さないからな。どんなに懺悔しても無駄だ。罪を悔い改めろバカめ鼻に突っ込んだよし、これで許される。神もきっと許してくれたでしょう。あなたの命をもってして。あ、ここが屋敷が、屋敷を突き止める。おい、開けてくれ開けてくれ。メスノッカー使う。あ、これで入るのか。タトゥー師です。一流タトゥー師47です。こんにちはこんにちは。あ、そうです。あ、ボディチェックはまずい、ボディチェックまずい、ボディチェックまずい、ボディチェックはまずい、ボディチェック、ボディチェックはまずい。47一回落として一回違法な武器持ってるこいつ。これはアイテムを落とそう。あとはあとは大丈夫、あとは大丈夫です47。全然違法じゃありません。開けてくれ。ほらほら、開けて。ほら早く開けろバカ。ほら早くしろ早くしろ。さっさと開けろ。こら、おい、見てんじゃねえぞ見てんじゃねえぞ。こらボディチェックしろよ。俺は何も悪いとこないからよ。ほら、あ、よしよしよし、ボディチェックボディチェックします。ボディチェックしてください私を。早く。あれ、はい、もうスティールしてくれ。ここにいる全員が危険人物だわ。一番危険なのは今ボディチェックを受けてるやつなんだよな。殴りかかるはまずい47。抑えろここは蜂の巣にされる。さすがにファーさん家まで案内する。デルガド夫人があんたファンらしい。マジかよ。サイン書いてやろうか47ってな。書いてやるよ。うん、息子に捧げるつもりでアーティストが失敗した。グスタボ赤ちゃんがチュパカブラになったそいつの家に撃ち殺した。怖っ。でも俺は世界的なアーティストだから安心してくれ。で俺もそうなるんじゃないよな。おい、そうなる前に俺のハンマーがお前の頭を砕く。お、何こいつ。妻、お前妻おエッチだな。おいおわ、ちょっとやばいわ。あえて光栄だわ。やばい、お尻がプリプリだ。やばい。あ、ごめんなさい、すいませんすいません、触ってないですよ触ってないですよついいいお尻だったから。うわー、うわー、俺もお前みたいに美しいものは見たことがない。エッチだこいつ。首にタトゥーがある、うん、私の写真を元に作ったって言い張る。なるほど、元カノの写真があるってことか。いろいろいじったのかお前。ああ、オッケーオッケー、そういうことね。で、サイズを尽くしますよ。はい、一緒に撮ろう撮ろう。夜もいいかな。ポーズを撮る。はい、もちろんです。はい、どうぞ。いや、近い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 。おお、27撮った。わあ、いや、後で僕にもください。 LINE 教えるんで、 LINE 教えるんで、後で僕にもください。ツーショットだ。ツーショット47。あ、ついていこう。うわー、後ろからついていきたいですね。いろんな意味でいいケツしてますよね。いいですか、もっとお尻を突き出してください。こちらからもいいですか。いいですね、いいですよ、これは。いや、もう今すぐサイレントアタックしたいな。ここまで順調。あなたの印を残すのよ。こんにちは。そうです。でもあなたに用はありません。まあテレビ、写真写りがいいと言われてますからね、私は。何が違和感がある。いやー、気のせいですよ、気のせい。おお、何何、怒んないで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 、どうぞ。失礼なこと言わないで。そう、Pパワーです。そうです。修正してるんですよ。フォトショーとかで修正してるんですよ。私のことを信じてください。見てください、私のこの両腕に入ったガッツリと入ったこのゆるずみを。これタトゥーですよ、これタトゥー。見てください、これ。いつでもいいぞ。はい。これどうやるんですか、これ。ちなみに。これちなみにこれどうやるんですか、これ。SNS やってんだが。何でもかんでもこいつ後悔するぞ。バカ女だ、おめえの女。何が問題、こいつがきっかけでいろいろなんか炎上したりするんだよ。殺害するはやばいな。タトゥー始めよう。よし。はいはい、しっかりやらせていただきます。変な動きをしたらあの雪だぞ、分かったな。リコにじっと座るように頼む。うん、間違って刺してしまうかもしれない。向こう行ってください。好きにすれば、後であなたも好きにさせてもらう。いやー、手なんか出さないっすよ。よしそうだよ、そうだよ。いや、きっと多分ね、痛いっていうタイプなんだよ、これ。タトゥー痛いっていうもんな。仕事を終わらせてもいいですか。うん、すいませんね。どうですか、これ。いい感じでしょう。あ、いいよ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 。いい感じです、これ。ああ、もう、すごいダイナマイトバディを書いてます、これは。もういったかな、もういった。それでは、仕事をさっさと終わらせていきますね。おらいや、結構、いい腕だわ。やりました。47やりました。お、スポーツカーの鍵。ブン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 何これ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 。設計地図ゲッチュしたんですけど、いい感じなんですけど、ここは宝。うわー、金庫の暗証番号はチンコの暗証番号ってことです。うわ、脱ぎ散らかしてやるよ、こんなに。チンコの暗証番号すぎるわ、それは。あー、お便所キルができる。奥さんどこ行ったんだろう。奥さん僕と不倫しませんか。ボディーガードが厳重すぎる。奥さんどこ行ったの、奥さん。女やばい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 。女はあの女どこ行った？会いてえな。ここはちょっと正面から抜けるの怖えな。会いてえな、奥さんに。俺奥さんに会いてえよ。あそこの2人はいい、多分バレない。こっちに行けばよし。おー、バスルーム。あの女どこ行った？あの女どこ行ったんだ？お、あの女、あいつじゃない、あいつ。あ、洋服ダンス。うわー、ここにある下着をちょっと漁りに行かなければいけない。あいつ、あ、やばい、来る。やばい、オーディション来る、来てる。閉めて一回。うわー、セクシー。脱いで、さあ脱いじゃおうか。さあ脱いでみようか。考えただけでもイライラする。彼がタトゥーを流さなかったら、あ、なるほどね。大暴れしてやる。その前に俺と大暴れしないか。いいね、エッチだね。まずじゃあ脱いでみようか。うん、タトゥーアーティストがいい。私の顔に戻す予定。うん、もう終わったわ。ナイフを突き刺して、じゃあこいつがさ殺すっていうシナリオもあるんじゃない？多分ありそうだよな。わ、セクシー。うわあ、待って、殺した。え、これ死んだ？あ、死んだわ。死んじまったのか、おめえ。ほら、こっちへ来るんだ。さあ、ないだろう。うわー、足をこんなに開いて。ボディセブン、やめて。好き放題しないで。ああ、いいアンクルじゃないか。さあ、この女、ほら、お前、こう引きずりましてる。ボディセブン、やめて。ボディセブン、うわー、ドスケベだ、このアングル。みんな見てくれ、これ。よし、お前はこっちに来るんだ。かわいそうなのは抜けないよ、47。どっかに隠せないのか、これ。あ、ここに隠せるのか。よし、お前はここに大切にしまっておいてやろう。僕の最高のコレクション。あいつはなんか持ってないのかな。あ、特になんか持ってないんだな。やばい、なんかこれ、バレたっぽいな。こいつにはなれないもんな。俺、一緒に入ろう、47。やばいよ、47。やばいよ、一緒に入るのは。もうやばいよ、猟奇的殺人犯だよ。お前は、まずすぎる。あまりにもまずすぎる、47、それは。おやおや、ダメじゃないですか。こんなところでお仕事をしていたら。よし。てめえも倒れとけや。やばい、何人いる？一人だけか。やばい、二人いる。やばい、被害者が発見されたのはまずいけど、これなんだ？なんか鍵入手したわ。お、何やら噂してますね。ラブレターを盗んだ。うん。地下のパーティーで手紙みんなに回した。永遠の愛。焼け木食いには火がつきやすいって知ってるかしら、47。へえ。リコ・デルガドの弟のヘクターは昔の恋人であるアンドレア・マルチネスとよりを戻そうとしてるらしいわ。どうやらヘクターは、かなりくだらないラブレターを書き上げたようだけど、昨夜のパーティーの最中に、シカリオの一人が無謀にもヘクターの部屋からそれを盗んだみたい。そのラブレターを手に入れるのよ、47。マルチネスの性格からすると、彼女はヘクターからの愛の告白に必ず反応するはずだわ。なるほどね。だから今殺した、多分イークマン殺したやつだよね、リコのその弟が、そのターゲットの女のことが多分好きなんだな。なるほどな。こういうのをキューピッドはやります。47です。よろしくお願いします。うわー、いい車。これで脱出しようぜ。ここはお、厨房だ。お、シェフ、いいですね、シェフ。いい感じですよ。おー、フランベしてますね。いい感じですよ、シェフ。あ、これはもらっておいていいかな。ヤシの実、デレデレデレ。ガス漏れを起こす。毒を入れる。ここでも何でもかんでもやりたい放題できそうだな。プロパングラスコ。デレデレデレ。ワインセラー。おー、ヘクターのラブレターを盗んだ守衛を見つける。こいつか。こいつにどうかしなきゃいけないんだな。こいつを見つけたけど、こいつをここでやる。あ、なんかやってるよ。なんか混ぜてるよ勝手に。ラブレターを回収する。ほらとりあえず目撃者はよし、これでここには誰もいなくなった。いいね。ラブレター拾う。で、ここに隠せる場所はないな。もう焼くしかねえな。調理して焼いていくしかねえな。ここには誰もいなかった。いいね。ラブレターをマルチネスのオフィスに届ける。オフィスはどこだ？ああ、こっちだ。こっちだ。っていうことは。よし、ここに収納しておこう。この冷凍庫にね。なんだこれ？骨付き肉だ。骨付き肉47です。よしよしよし、これでいこう。ここか。ラブレターをマルチネスのオフィスに届ける。で、ここがオフィス。厳重すぎない？すいません。あ、手紙を渡せるんだ。手紙を渡します。うん。そうです。ヘクターさんです。彼女のことが好きみたいです。彼女に近づけるなと。あ、そうなんだ。メッセンジャー。そんな厄介なものを俺に渡すな。マルチネスに届ける必要があるな。お前が自分で机の上に置いてこい。あ、そうなんだ。じゃあ入ってもいいですよね。じゃあ入ってもいいですよね、これね。いいですか？ああ。じゃあいいですか、これ。いいですか？入ってもいいですか？あ、ダメじゃないですか。ダメじゃないですか。入ったら。入ったらダメじゃないですか。ふざけないでくださいよ。自分で机の上に置いて。罠じゃねえかよ。ふざけんなよ。わ、こういう穴から覗き込めるんだ、向こうが。怪しまれてる、怪しまれてる。それは怪しまれるよ。それは覗いてたら。犯行がバレた。待て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 、お前行くな、お前行くな、お前。やばい、戦闘状態になった。これ非常にまずいですよ。戦闘状態になるの非常にまずいですよ。これ裏からいけないかな。誰だここで炭酸を飲んでたやつ。ドクターペッパーかけるに。密林47。あ、でもここ多分鍵ないと開かないんだよな。多分開くのかな。あ、バールで開くのか。追跡されてる。バールで開けます。あ、やべ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 。ドア開けたのバレた。あいつ一人だけこっち来てくんねえかな。後ろからは来てる。隠れています。隠れてます。これ隠れられてる。これ隠れられてる。骨付き肉を信じろ。隠れています。どう考えても隠れています。あっちから来てる。来てないね。じゃあこの2人だけやればいいわ。ファイアファイアよし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 。皆さんライオンです。こっちに敵襲があります。私の肉を信じる。やばいやばい、こいつには顔バレる。こいつには顔バレする。やばい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 。で、ここの家はどうなってるのかしら。とりあえず入ってみましょう。エリア、ミーティングルーム、ミーティングルーム。ミーティングルームじゃないんだよ。わ、ウォーターサーバーとかあるわ、ここ。生意気に。生意気にウォーターサーバーあるわ。ウォーターサーバー、水を、ドライバーがあれば水漏れが起こせる。テレビをつけて陽動もできる。やばい、みんなに気づかれてるじゃん。マルティネスの机は上だな。上に行かなきゃいけないから。この部屋に入ったのはちょっとやばいかもしれないね。どこから、あ、ここから上に行けるね。お前たちが教えてくれたよ。こっからなら上に行ける。そして顔はめちゃくちゃにバレているから非常にまずい。うわうわ、どうする。どっか行った、どっか行った。よし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 。何人いる、何人いる、何人いる。あいつにだけ顔がバレなければいいから。で、ここだ。これ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 、ここによいしょ。ラブレターっぽい。うん、これは見物だわ。来た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 。ラブレターですよ。あいつもおっぱいがねエッチなんだよ。いや、お前がね、そんな胸元開けて誘惑してるからな。男は釣られるんだぞ。男は単純なんだぞ。気をつけなさい。あんたこそ。疑われてる。危ねえ危ねえ危ねえ。どうしたの？本当は気になってんじゃないの？本当は気になってんじゃないの？読みに行くんだ、後で。気になってんじゃないの？本当は何書いてるかよ、気になってんじゃないかよ。閉じます。本当は何が書いてるかよ。さて、なんて書いてあるのかしら。うん。だったら全くロマンチックなおぼかものね。まさかこんな風に思ってたなんて嬉しいんでしょ。もしかしたらフム。うん。だけど本当に変わったのかしら。うん。こんな美しい文章を書けるなんてびっくりしたけど、重要なのは本当に変わったかどうか。うん、そこだからな。付き合うのお前たち。確かにいい時期もあったヘクター、それは本当だけどあなたは危険すぎる。お前もそうだろう、多分犯罪組織のボスなら。私のことをちゃんと扱ってくれないと思う。だけどそれなのに私も少しだけ前の気持ちが蘇ってきた。いやダメよ、何言ってるの。もう終わりにしなければいいの。この手紙とあなたの言葉はピラニアの餌にした方がいいわ。私の思いも一緒にね。そうか、それは残念だ。私たちの脳終わった、かかってくる。そうか。一回顔面打つの。お前もお前の思いをピラニアの餌にしてやる。わーい。ピチピチ。おいしいか、おいしいかピラニア、おいしいか、おいしいか。これはこれは沈んでいきました。さて、これ47、これどこ行けんの。これぶら下がる意味、ぶら下がって一回これで隠れることができるんだね。よいしょっと。じゃああと一人だ。